O-2 スカイマスター O-2、A スカイマスター O-2 は、セスナ社が開発した創発の系多目的機セスナ337スーパースカイマスターの軍用モデル。1966年にアメリカ空軍が観測機、コイン機として採用した。相性は民間向けと同じくスカイマスター。本機はセスナ337の改造系を採用したものである。 民間機として開発が進められたのは1950年代で、プッシュプルと呼ばれるプロペラが機体の前後に存在する独特の推進方式を採用した。そのエンジン配置からキャビン容積に制約こそあるものの、双発で生存性が高く、視界も比較的広いことから観測機として採用された。O-2A 独自の装備としては主翼下の4機のパイロンに、 ロケット弾ポットやガンポットが装着でき、軍用無線機及び装甲が追加された。コイン機としても利用できるものの、並走搭載量は多くない。また、右側の観測隕石には、下方観測用の窓が開けられた。また、セスナ337は、後部の足が固定式であるのに対し、O-2A の後部の足は機体に格納することが可能。 O-2B は、宣伝リーフレットの散布や降伏を勧告する、放送など心理戦に使用する機体として発注されたため、セスナ337に、スピーカーやリーフレット散布装置を装備しただけの機体が納入された。セスナ社における生産のほか、フランスにおいては、FTB337 として、ライセンス生産が行われた。民間機として用いられたほか。 ミリロールと名付けられた軍用型は、ハイチやモーリタニアなどに輸出された。ただし、フランス軍での配備は行われなかった。リーフレットを散布する、o、O-2 軍用機として採用されたのは1966年で、ベトナム戦争において、観測機の o 1イーバードドッグの生存性が、かんばしくないことから、創発である O-2 が採用された。 ロケット弾などの装備が可能であったが、直接の攻撃任務には用いられず、O-2A はマーキング用ロケット弾を装備して、ファクに O-2B は心理戦に用いられた。南ローデシアにおいてはリンクスと称して、ゲリラに対してナパーム弾を投下するなど、本格的なコイン任務に用いられた。他の主要国では見られない、機体上部にガンポッドを2追加装備して、 火力の強化も行っている。ただし、前述したように、並走搭載量が少なかった上に、南ローデシアが高値という事情もあり、最大限度まで並走を搭載した場合、エンジンが出力不足に陥ることがあった。その状態での飛行は運動性が大きく鈍り、ゲリラの対空兵器の標的とされる上、最悪の場合エンジン停止に至ることもあり。 パイロットの評判は良くなかったという。モーリタニア空軍は、コイン機として、アルゼンチンの IA58 プカラを導入する予定であったが諸事情から中止となり、フランス製の FTB337 を導入した。この機体は、イギリス製の BN-2 ディフェンダーコイン機とともに、西サハラ紛争や、国内の騒乱に投入されたとみられる。イラン向けに、 O-2A が12機製作された。空軍が保有しているものの、戦歴などはつまびらかではない。ポルトガル空軍は、武装可能な FTB337 を購入したが、植民地戦争には間に合わず、各種支援任務に用いた。2007年まで運用され、その後一部の機体はモザンビークに供与された。大海軍では海洋艦式として用いられており、 一般的な哨戒飛行のほか、武装して海賊に対しての実力行使も可能である。同様に、チリ海軍でも沿岸における、簡易の海洋艦式として使用されている。スリランカ空軍は、スリランカ内戦が勃発すると、当初は観光用航空機として採用した機械を、ガンポットを装備して、コイン機として運用した。その後は、海洋艦式として、少数機を運用していたが、 現在は退役している。中米諸国では1970年代 -80 年代にかけて A-37 ドラゴンフライと共に供与された国がいくつかある。エルサルバドル、ドミニカ共和国などが供与を受けた。また、ハイチも独自にフランス製の FTB-337 を用いていた。アメリカ空軍ではすでに退役しているものの、退役後、 デビスモンサン空軍基地に保管されていた機体が再生作業を経てナミビア、ボツワナなどのアフリカ諸国に供給された。民間型のセスナ337も連絡機、観測機、洋上視式、野生動物の密漁パトロール用などとして各国の空軍や国境警備隊で使用されている。イラン空軍の O-2A ポルトガル空軍の FTB337 参照。 ありがとうございます。